どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、えー、マリオットボンボイから、ユナイテッド航空のマイレージプラスに、ポイント交換すると30、30%増量キャンペーンっていうのが発表されましたので、今回ね、えー、この、えー、これに関してね、紹介していきたいと思います。で、まず最初にですね、 え本来、マリオットボンボイポイントっていうものは、えー、各航空会社のマイルに交換すると、えー、6万ポイントを交換すると、2万5千、えー、本来2万マイルなんですけども、えー、ボーナスが入って2万5千マイルになるっていうものでしたよね。で、これが、 今回ね、30%増量ということで、すごいですよね。まあ、あの、今回のこの動画では、まあ、ポイント交換のね、自体も話していくんですけど、まあ、ユナイテッド航空のね、え特、ー、典航空券の話もね、軽くね、させていただきたいなと思います。で、まず、先に注意事項ですね。えー、このキャンペーンは、マリオットボンボポイントから、ユナイテッド航空のマイレージプラスに交換するんですけども、まずね、 キャンペーン参加が必須となります。ですので、私のね、この動画の概要欄に、えー、キャンペーンサイトの、えー、URL 載せておきますので、利用される方ね、確実にキャンペーン参加してくださいね。それしないと、ボーナスポイントもらえなくなっちゃいますんでね、気をつけてください。で、あともう一個ね、ユナイテッド航空の、<う>えー、特典航空券の必要マイル数が、今、2019年これ10月、 10日に撮ってるんですけども、今現在と、今はね、固定性っていう、まあ必要マイル数が、まあ5000マイルだったら、まあ常に5000マイルなんですよね。まあ東京どっか、みたいな感じで検索すると。ですが、11月15日にそれが変わります。えー、変動性っていう、えー、時期に、シーズンによって多分変わるようになると思うんですよね。しかもその、もちろんね、まだ11月15日が発表ということですので、まだね、わかんないんですよね。 あの、どんな感じになっていくかっていうのが。まあこれちょっとね、また後でマイレージ、え、ユナイテッド航空のマイレージの話というときもう一回言いますけども、ひとまず、11月15日に、えー、必要マイル数が変わりますんで、まあそれだけね、ちょっと頭入れといてください。で、えー、このボーナスマイルの期間なんですけども、えー、11月の30日まで、えー、この増量キャンペーンをやっておりますので、えー、ひとまず、 えー、今ね、まだ10月の頭ですので、えー、ちょっとね、頭の片隅にでも覚えておいていただけたらなと思っております。まあそのね、キャンペーンが終わる前にね、えー、ポイント自体はね、移行していただければ、まあ30%ね、増量できますんで。で、まず今回の、えー ポイントなんですけど、マリオットボンボイポイントって、まあホテルのポイントですよね。まあこちらね、えー、ホテルのポイントなんですけど、マリオット以外にもね、ハイアットとかシャングリラとか、ね、結構ね、いろんなホテルポイントが30%増量をやっておりますので、まあマリオットボンボイポイントだけの、えー、増量キャンペーンではありません。それではね、実際に、えー、ポイントが、いくらがいくらになるかっていう話をね、していきたいと思うんですけども、本来ね、あの、ユナイテッド航空の えー、ユナイテッド航空のマイレージプラスに、えー、マリオットボンボイポイントを交換すると、ユナイテッド航空だけね、あのー、本来2万、まえー、6万マリオットボンボイポイントを交換すると、2万5000ポイントになりますよね。ですけども、えー、プラス10%ね、高いんですよね、もともと。ですので、えー、これを、 さらに30%増量のキャンペーンが乗るということで、6万ポイントを交換すると3万5千750マイルになるんですよね。1回、1回てか、まあ、6万ポイントで3万5千750マイル。ANA マイルだと2万5千マイルなんで、まあ、単純に1万と750マイルがね、多い交換率となるんですよね。これすごいですよね。で、あのー、 今回のこの増量キャンペーンやっぱすごいですよね。すごいので、すごいのでっていうかあれなんですけども、ボーナスマイルは2万5000マイルまでが対象ということですので、あの、無限ではないので、その点もね、ご注意ください。で、キャンペーンのこのボーナス付与、不要、ボーナスマイルの不要時期なんですけども、ちょっとね、時間かかります。来年の 1>, 1月の30日までに付与しますということなんで、今11月、10月の頭ですんで、まあ今ね、すぐやったとしても2ヶ月半ぐらいはかかりますのでね、その点も頭入れといていただけたらなと思います。すぐにね、あのマイレージプラスに 付与されたりしないんで、まあ、すぐ使いたいって方はね、このキャンペーンはね、乗れませんので、まあ、気をつけてくださいね。で、ユナイテッド航空の、まあ、マイレージプラスの話に、えー、していきたいと思うんですけども、ユナイテッド航空自体は、まあ、皆さん知ってるかと思うんですけども、エネとスタイランスが一緒ですよね。えー、スタイランスというグループで、エ、え、ネ、ーねえー、ユナイテッド航空もありますんで、えー、ユナイテッド航空のマイレージプラスを使うと、 のマイルでね、ANA の国内の特典航空券が発見できるんですよね。これがまあ、一般的にね、言われている、えー、お得な発見の仕方ということで、ユナイテッド航空のマイレージプラスだと、えー、ANA のね、国内、国内の特典航空券が、まあ結構ね、えー、ANA だと、7500マイルぐらいね、片道かかるところが、5000マイルで発見できたりしますんで、まあそういう意味ではね、 え、必要マイル数っていう意味では、マイレージプラスの方が結構お得にね、利用できるということなんで、まあ ANA のね、国内の移動であれば、ユナイテッド航空一択かなっていう思う部分があるわけですよね。しかし、冒頭にも言いましたよね。この必要マイル数のチャートが、11月の15日に、今ね、5000マイルだったらもう、いつでも5000マイルなんですね。区間外しだった。 それが変動性に変わりますんで、で、この変動性がどんな風に変わるかがまだわかりませんので、まあそういう意味では11月15日の発表を待ってからこのボーナスポイントキャンペーンに乗るっていうのがおすすめかなと思っております。じゃあね、あの、この動画見てる方、まあ私ね、ニューヨークが大好きで、東京ニューヨークのね、ユナイテッド航空のビジネスクラスね、 この、このキャンペーンに乗って発見しないんですかと思う方も多いかと思うんですけども、まあ多いか分かんないですけどね。まあちょっと思う方もいるかと思うんですけども、このユナイテッド航空の、えー、マイレージプラスの長距離路線、一気に、ま、あの、マイルス、必要マイルスすごい上がるんですよね。あの、本来は、本来っていうか、えー、ANA の場合はね、 東京、ニューヨークって、本当に一番の観察機ローシーズンだったら、8万マイルで往復できるんですよね。AA だと。ですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラス、東京、ニューヨーク、片道で8万マイルかかるんですよね。いやー、辛い。<laughs> いや、私もね、ユナイテッド航空の、あの、ビジネスクラスね、えー、まぁ、あ、エコノミークラスは私乗ったことあるんですけども、ビジネスクラスって乗ったことがないので、 あの、個人的にはね、すごい乗ってみたい路線ではあるんですけども、片道8万マイルですからね。それを往復で使うと16万マイルってことなんで、うーんって感じですよね。まあそのマイレージプラスを16万マイル、まあまあ8万マイルもね、ためるの結構大変ですよね。今回のこのキャンペーンで MAX で交換するボーナス付与が えー、2万5千マイルまでなんで、マックスで交換できるのが18万マリオットボンボイポイントなんですけども、それでもね、えー、10万マイル行く、10万ちょいぐらいのマイルまでしか、マックスでね、貯めることができないんで、まあ、行けても片道分のビジネスクラスっていう感じなんですよね。うーん。まあ、そういう意味ではやっぱりね、ANA の特典、えー、航空券の、その、 使い勝手の良さっていうのはね、結構、すごいですよね。往復で8万とか8万5千万円で東京、ニューヨークで行きますからね。で、もう一つね、ユナイテッド航空にはね、結構ね、面白い特徴があって、まあ、こ、まあ、東京から、まあ、那覇とかね、まあ、北海道とか、まあ、検索する場合、すごい路線出てくるんですよね、検索すると。まあ、これなんでかは全然わかんないんですけども、なぜかね、警備員とか出てくるんですよね。東京、大阪、那覇みたいな。東京、大阪、北海道みたいな。 こう、同じマイル数なんですよ。ですんで、まあね、なかなかいないと思うんですけども、まあ、二都市を回りたいとかね、<laughs> っていう旅行とかね、まあちょっとね、検討してみたいなっていう方とか、まあちょっと、旅行行く前に、ちょっと友人、ここにいる友人に会いたいなみたいな感じの場合は、まあ同じマイル数ですんでね、東京。 大阪、札幌、東京、大阪、那覇とかね。まあそういうなんか、経由便でも、えー、同じマイル数で利用できますんで、まあそういう使い方ができるっていうのは、まあちょっと面白いかなっていうところですね。だから東京行って、まあ大阪で一泊して、那覇行くみたいな、まあ沖縄行くみたいな感じもね、ここで一回ね、一泊楽しんで、それから本場の旅行に行くみたいなこともできなく、 ないので、まあ、おすすめ。まあ、おすすめっちゃおすすめですよね。まあ、ちょ、なかなかちょっと <laughs> まあ、利用する人がね、まあ、本当にいるかっていうところはね、まあ、なかなか難しいところがあるかもしれないですけどね。今回は、えマリオットボンボイのポイントから、ユナイテッド航空のマイレージプラスに、えポイントを交換すると、30%ポイント増量キャンペーンね、今回紹介させていただきました。やはりね、マリオットボンボイポイントは、 あの、s p g アメックスの決済で貯めることができるポイントなんですけども、やはりね、マリオットボンボンポイントって本当に使い勝手がいいですよね。まあもともと私はね、あの基本的にマイルに交換するよりかはホテルで利用する方がはるかに多いんですけども、それでもね、こういうキャンペーンがやってるっていうので、まああの、ユナイテッド航空もそうですけども、まあ、シンガポール航空とかね、その、 独自のマイルじゃないとビジネスクラスを開放してない路線とかね結構多いんでまあそういう意味ではね本当にマリオットボンボイのポイントっていうのはね使い勝手が本当にいいなって個人的には思いますまあ今回はね えこんな感じで動画を終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いします。で、私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、私のチャンネルではね、こういうマリオットボンボイ、マリオットボンボイのホテルレビュー、あと、えー、飛行機のレビューとか、えー、クレジットカード、えー、お得情報、私の大好きな街はニューヨークの紹介。あとね、えー、ANA マイルを貯めるとかね、ANA のこととかもね、結構紹介させていただいたりもしておりますんで、もしよかったらね、チャンネル登録。 ぜひお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。